札俺好きなんよ。は？俺1万円札持ってるとだから本当ドキドキしちゃう。さっきの話じゃないけどドキドキしちゃう。それも金なさすぎる。なんやったら俺500円玉めっちゃ好きよ。500円玉好き。いや一番好きかも500円玉が。新しい500円玉いいよな。大好き。まず色がいいっすよね500円玉って。色いい。色がいいわ。色がいい。本当一番高級感あるよね500円玉が。500円玉超好き。大概のもの買えるじゃん。だからいいんすよね。ちょうどどこでだよ。どこで大概のもの買えるんだ。なんかもったいない感出ないっていうね500円だと。あと100円玉よりも90円の方が価値あるよね。あるね。100円玉よりも90円の方があるんですよ。100円玉よりも99円の方が価値あるよな。うん。綺麗に払えますよコンビニとかで。うん、あとめっちゃ俺の言いたいこと分かる。いや分かるし、あと俺らよく電車交通費よく借りるんですよ。で1000円貸してとか、いやよく言うんですよ1000円貸してとか。でその時100円持ってて、お前電車賃いくらなので、150円なんですよ僕。50円しか借りれないんですよ。90円持ってたら100円借りれるんですよ。たった10円の差なのに40円多く借りれるんですよ。それ丸が1個違ったらって話だからね全部。そう、丸が全部1個違ったらそれだけまた借りれるんで。だほんとねすごいんですよ価値。100円よりも99円の方がマジで価値ある。本当にそう。